れるから。もしよろしければ、はい。気をつけた方がいいのは吹き込みだもん。離れて胸を離して試合するにしてください。いいですか？よし、勝者青コーナーシェアチーン。いやでも今回もなんですけど、本日のメインイベント、結果が大事なところで勝てるね、はい勝てる、ここ勝ったらってところだよね、はい、最後のあの接戦で負けたので、まあ、単純にその差を結構痛感しても何回もこう勝ったり負けたりを続けてきて、でもずっとこう応援してくださる人は増えてたんで、結果でこうついてきてもらいたかったんですけど、まあ、結果を出せなかったので、自分がそれは本当に申し訳ないです、はい、でも本当にたくさんの応援ありがとうございました。力になってます、いつも、はい、でもヒロキ待て、お前せやけどさ、多分このしんどい試合勝てたんめちゃくちゃプラスやで。今までお前とあこれ倒せれない。マジしんどかった、しんどい、しんどそうやった。でもしんどい試合は今まで負けたりすんの、お前しんどい試合こう勝ち気分かるよ、あったやねん、お前しんどい試合になって向きになって押してやったらってなって打ち合って負けて、お前このしんどい試合勝ち気って、これはでかい、マジででかい。これは変な言い方だけど、前回の試合からプラス、マジで胸張る、マジで胸張る。ヒロキ、ようやった。はい、頼むね。倒したかったですね、うん、それだけです。もう倒せない自分が弱かったって感じですね、はい、全部で圧倒しようと思ったんですけど、まあ伊藤君がリング上で最後言ってたみたいに、マジでこの試合にかけてきてるのも分かったし、普段の伊藤君で倒れとんのにと思いながら、で伊藤君もこの試合かけてたんでっていうのがあったんで聞いて、ほんまかけてきたもんが間違いじゃなかったなっていう
伊藤君からの気持ちも伝わったし、こういうしんどい試合勝てたんだでかいと思うんで、ちょっとでもまあまだまだやらなあかんこといっぱい見えたんで、またチームと一歩一歩歩いていこうかなと思います。ラウリが会見で口ではね散々言ってたくせにっていうのはコメントもあってくると思うんですけど、はあ、もう次は絶対倒すんで、KO 以外このリングいらないと思ってるんで頑張ります。そうっす。